皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。今日はですね、7月に発売して、はい、それ以来大人気の、リアファイバーという商品なんですが、こちらでなんと、新フレーバーが登場します。新フレーバーは何味ですか？新フレーバーはじゃん、リアファイバーのすっきりグレープフルーツ風味です。おグレープフルーツですね。ね、まあ、もともとこちらのすりおろしピーチ、すごく本当に大好評をいただいておりまして、ね、まあ、トレーニーの方とかってタンパク質をね、摂る機会が多いと思うんですよ。まあ、食事もそうですし、プロテインもやっぱりたくさん飲まれる方いると思いますので、で、まあ、そういった時にやっぱりタンパク質を多く摂りすぎると腸内環境が少し、悪化しやすくなるんですよね。そうです、はい、実際お客様からのお問い合わせでも、うん、プロテインを飲み始めたらちょっとお腹が緩くなってしまったとか、うんうんうん、逆にちょっと便の出があまり良くないとか、まあ、ちょっと汚い話なんですけどおならが匂うようになったとか、ね、そういうお問い合わせが、ね、はい、よくありまして、はい、でもしかしたら動画見てる方もそういったお悩みが今ある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。腸内に関するお悩みの原因が実はタンパク質をたくさん摂っているからかなっていうところが考えられます、うんうん、そうですね、はい、それ結構考えられますね。でそんなトレーニーですとか、はい、高タンパク質の食事をされている方のお悩みに応えるべく登場したのがこのリアファイバー。はい、そうですね、はい、でやっぱ商品の特徴としては腸内環境を整えるためにいろいろと入れているんですけれども、食物繊維の中では、プランタゴオバタマツっていう、食物繊維だったり、あとはビフィズス菌とか乳酸菌ですね、こちらを27種類、はいはい、入れていますので、それによって便が出やすくなったりだとかっていうところを期待して、作っていたのが、リアファイバーになります、はい。まあ、先ほど堀から堀ちゃんが言ったみたいにそういったトレーニーの方、もちろんなんですけれども、まあ、その他に、ね、女性とかでも腸内環境の悩みがある方もいらっしゃったりするかと思うので、そういった方にもすごくご好評いただいていた商品かと思いますので、はい、まあ、そういったすごく、ご好評いただいた、商品ということで新たな味を、今回、作りました、はい。で中身の方なんですけれども、ほとんど、こちらのすりおろしピーチと変わらずに作っておりますので、はい、同じ効果が期待できるかと思います。で、エネルギーがですね、1食あたり、10g で、1食あたり 10g なんですけれども、10g あたりエネルギーが 23.6kcal、 タンパク質が 0.1g、 脂質が、0.03g、で炭水化物が 9.4g で、その内訳として、糖質が 1.6g で、残りの 7.8g は、食物繊維になります。で、食塩相当量が 0.01g ですので本当にほとんど変わらずで、まあ、食物繊維が 7.8g 取れ、乳酸菌とビフィズス菌もしっかりと取れるような、内容になっています。でね、今なんですけれども、やはり、なかなか外出を控えて、体調気をつけてる方、たくさん多いと思いますので、まあね、そういった方に向けてもやはり腸内環境を整えるということは、本当にいろんないいことがあるんですけれども、まあ、その中の一つとして、免疫力を高めるということ、体調を整えるといったこともすごく期待ができるかと思いますので、ぜひね、こういう、今の時期だからこそ、飲んでいただきたい商品にも、なっているかと思います。で、スタッフの中でもね、すごく人気の商品 で、はい、でね、女性スタッフでも人気です ね、私も大好きですこれ最近だと染田さんがですね、はい、プロテインと混ぜて飲むのに、そんなことしてるの、はい、ハマっているみたいで、何味とですか？パッションフルーツにピーチを混ぜて飲んでて、合いそうですね、はい、美味しそう。そういう飲み方もおすすめです。繊維が入ってるので、少し溶かすとトロッとするんですけども、プロテイン混ぜるとこうスムージーみたいな、少しトロッとした感じになるので、なるほど、その食感が あえてそっかそっか、美味しそうですね。そういう飲み方もできるので、グレープフルーツだともっといろんなフレーバーとも合いそうですし、そうですね、はい、EAA とかと合わせても美味しそうじゃないですか。
ね、いいですね。これから暖かくなってくるので、うん、そういう時期にもさっぱり飲んでいただけるかなと思います。はい、次の動画で、はい、味のレビューもしていきたいと思いますので、ぜひまた見ていただけたら嬉しいです。はい、今回の動画が良かったと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。いただきます。いただきます。匂いはめちゃくちゃグレープフルーツです。すごい爽やかな、すごい本格的な本物のグレープフルーツみたいな匂いですね。